はい、はい、今日は何するかっていうと、はい、お気に入りのおすすめできるメイク、あ、コスメを紹介しまーす。スキンケアとかじゃなくて、うん、メイクアップな感じです。マジで、マジで愛用してる。最近、そう、私から行くわ、じゃあ。うん。じゃあ、うん、うん。めっちゃお気に入りのマスカラです。じゃじゃーん。一応こうやってやってみるね。うん。トーンのロングラッシュマスカラの05番。パープルです。パープル。そう。で、これちょっとティッシュにあれしてみるね、色。はい。なんかこれ、結構見た感じは、結構パープルなのね。うん、そう、なんかちょっとメタルっぽくなってるっていうか光沢感があるよね。そう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 。でもなんかつけたらそうでもないので、毛先だけにつけてもいいし、もう根元から紫にしてもいいんだけど、うん、なんか普通に室内の時はそんなに紫じゃなくて、光に当たったり、うんうん、あと横顔、うん、横から見た時とか節目になった時に紫に見えるから、すごい、なんだろう、上品なつけ方、うん、なんかめっちゃ、わあ、なんかメイクすごい個性的っていうよりは、よく見たら、わあ、すごい紫、あ、紫だねみたいな感じでした。そう、その感じがすごい気に入ってて、なんか可愛かったよ、うん、そう、姉さんと外で待ち合わせして、うん、こう、これできたんだよね。そう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 、めっちゃ可愛かった。なんかそう、本当に光に当たると紫で分かるっていう感じで、そう、マジガツガツしてない感じ、うんうん、みんな知ってる方が多いんじゃないでしょうか。はい、多いんじゃないでしょうか。はい、ウズのマスカラなんですけど、これカーキーで色が、なんかこれも本当になんかカーキーって色で、うん、た感じもそんな目立たない、うんうん、からこれこそ本当室内だとそんなに目立たないだよね。外本当光に当たったらって感じって感じで、うん、なんだろう、例えばメイクしててちょっと今日黒を塗るのはちょっと、うん、濃すぎるなって時に、うん、でもすごくおすすめ、うん、なんかナチュラルにつけれると思います、うん、今日もつけてるんですけど、うん、もうね室内だとそんなわかんない、ね、あ、うんうんうん、って感じ。光が欲しい。で、なんて言うんだろう、プチプラだと思う。そう、どこでも買える、薬局ならどこでも買えると思う、うん、手が出しやすいかなって確かに思って、うん、はい、こちらですね、マスカラでしたね。はい、マスカラ特集でした。はい、この RMS ビューティーのルミナイザークワッドフェイスカラー、4色入ってるやつで、めっちゃいい。これもすごい気に入ってて、なんかもともとルミナイザー持ってたの、うんうん、で、うんうん、そう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 、ルミナイザー持ったんだけど、まあそれちょっと使い終わったっていうか、で他のこの4色入ってるやつ、うんうん、いいなと思って買ってみたんだけど、うん、なんかすごい使いやすい。基本的に顔どこでも使ってよくて、うんうん、ハイライトみたいに使ったりアイシャドウとか、ちょっとこのちょっと濃い色とかチークっぽく使ったりね。これアイシャドウでもいけそうだなって思った。そうそうそう、この濃い色アイシャドウでもいけるし、この白いラメ、あ、そうそうそう、ラメ感もすごい、じゃあ、うん、さっきつけたけど今でもキラキラしてる感じ。そう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 ね、そう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 、だから結構ポンポンポンってあんまり何塗りすぎると、うん、結構二重幅ある人とかはたまりやすいから、わかる、本当になポンポンポンって、私はこことか、うんうんうん、こことかにこの一番シンプルなルミナイザー使ってツヤ出したり、めっちゃおすすめね。かわいい、うん、夏だからそんなつけすぎたらちょっと確かにテカリっぽくなっちゃうけど、冬も大活躍しそうだよねねえ、何これちょっと後から見てあれだよね、面白いやつ。はい、いいよ、はい、次どうす、うん、はい、3のこれ超かわいい、アイパレット3番、これ誕生日プレゼントに友達からもらって、うんうん、ちょっとここ取っちゃう、
これ超かわいい。そう、色が私はやっぱこういうなんだオレンジ系、うん、オレンジゴールドとかの方が馴染みやすくて、うんうん、どうしよう分かって分かってらいそうで私は、うん、よく使うのはこのゴールドのやつを下地、うん、その最初に塗るみたいな、そのアイシャドウの前の、うんうんうん、下地にこのもうアイホール全体に塗って、それだけの日もあるし、うんうん、これの上に例えばプラスしてこの何ブラウン系の、うんうん、ここだけちょっとクリームっぽいあのなんだテクスチャーになってる、そう、うん、テクスチャーになっててだからポンポンってやっても可愛いし、うん、かわいい。でこっちのラメがちょっとなんて言うんだろう、分かる、あブラウンなのだいぶ、本当だ、ちょっとブラウン、だからこれの日とこれの日で結構分けてる感じ、印象変わるみたいな、うん、服とかに合わせる、そうそうそう、なんかいい、ね、今日とかだったらこっちのちょっとブラウン系を使うかもしれない、うん、っていう感じで結構この1個だけでいろんなメイクが楽しめますよなんかさ上手になったね最初さうちらとかもうなんかこれいい感じ、うん、ありがとうございましたって言ってたからなんかいけるそういけるわ、で成長感じたね、成長感じた、今だってすごかったよ今ね、買っちゃう、店員さんだったら買っちゃう、本当、うん、って感じでマジあの本当にいい、うん、マジ例えば、まあ、旅行これから行けるようになったらこれ1個持っていけばね、うん、本当だね、もういけるよね、うん、楽しみだよ、これとかちょっとチークにもなるし、そうそうチークにもなる、このクリームっぽいやつ、そうチークにもなるし、いいね、便利便利、なんかアイシャドウっぽくしたい、アイシャドウ、うん、違う違う、アイラインっぽくしたかったら、うん、このコインのちょっとなんかさ、うんね、目囲んだりしても使えるなと思って、確かに、なんかこれもそれこそこれもそうやってアイシャドウとかになるし、うん、これ持ってけばね、全部これで済ましちゃうとちょっとテカテカになっちゃうんだけど、うんうんうん、でも部分で2箇所ぐらいいけるくない、うんうん、いけるくないいけるくないって感じです。はい、次はこれにしよう。あ、もうこれはこれはもうタマキもタマキが最初使ってて、うん、このナチュラルグラスのシャンパンベージュで、めっちゃいいって聞いて、で私もちょっと買ってみようって買ったんだけど、もう本当にうんめっちゃいい、めっちゃいい、なんかいいとこたくさんあるんだけど、まずなんだろう、伸びがいいのね、少量ですごい伸びる、うん、あそうそう、ね、そう、だからすごいコスパがいい、もうずっと私これはちょっとまだ1本目だけど、あそう、うちまだ1本目、1本目だけど、の春とかかな、うん、買ったの、うん、もうなんかえこれまだまだ使えるみたいな感じなのね、えそうそうそう、そうでなんか結構カバー力は普通のよくあるファンデーションより全然ないの、うん、ないね、薄い結構ナチュラルな感じなんだけど、うんうん、結構シャンパンベージュすごいなんかね、これ1本でツヤが出る、ツヤがすごいからなんかツヤでカバーするじゃないけど、あ分かる、ツヤで飛ばすみたいな、うんうんうん、そういう感じがある。だからすごいナチュラルメイクとか好きな人とかはいいかも。かすごいカバーしましたみたいなのが好きじゃない人はこれで、うん、でちょっと気になるとこコンシーラーとかがすごいベストだと思う。私もそんな厚塗りが好きじゃなくて、うんうんうん、これに出会ってマジ本当にこれは結構ねいい。で SPF も44で PA もそうそうそうプラスプラスプラスだから今の時期もいい感じ。いいこれマジベストセラーかもね、ね自分たちの中で割とそれぐらい本当に優秀いい、うん、だよね次誰がいてもこれいく、うん、それいこう。じゃあこれ気になるフェリーのアイシャドウです、うん、緑で最近、うん、やっぱ雑誌とか見ててもだしなんかやっぱ美容師さんとかも、うん割とこうグリーン系多いね流行ってて、ね、で私も結構前にでもキコちゃんとか誰かが緑にしてたの見て、うん、あいいかもと思って、うん、去年ぐらいに買ったの。そしたら今年流行り始めてきて、うんうん、あ使いやすいと思う。これとさカーキつけた時やってた、そう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 、めっちゃよかった。これ相性いいね。これめっちゃ相性良くてなんかやっぱ全体に塗るとすごいちょっとおばさんみたいになっちゃうから、うん、例えば、うん、なんかこの辺だけあ確かやってもいいし、うんでもどうなんだろう。私はでも結構塗っちゃってたかもしれない。うん、でも全然良かったよ。うん。なんか下にはあんま塗らなかった。うん、下はそれこそさっきのここの、ゴールドとかを下に塗って、うん、でこれは
なんか思ったんだけど、うん、結構緑だけど見た感じは、うん、なんかふわってなんだろう、そうそうそう、すごいこれより濃かったらさっき言ったみたいにちょっとね、なんだろう、おばさんって言ってる、うん、なんかそうちょっとバブルっぽくなっちゃうからけど、なんかふわっていう感じ、ふわってしてる、やっぱイニスフリーだから私、うん、私とかは柔らかいのかもしれない、あ、そう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 、なんか柔らかい印象になってた、そうそうそう、うん、割とだからこうちょっと緑系気になってる人がいたら始めやすいよね、始めやすい、コスパもいいし、多分500円ぐらいかな、そう私東京のイニスフリーって買ったから多分名古屋にもあると思うので、うん、いいね、もし挑戦してしてみたかったらこの2つは、うん、結構相性いいね、ナチュラルだし、うん、安いし始めやすいんじゃないでしょうか、うん、うまい締めができるようになってきた、せまとめられてる、うん、いつもなんかあっあっやったけどそれに最後なんか成長感じました、モアバターのフェイスパウダーなんですけど、すごい、これは透明クリアのタイプとナチュラル、うん、ちょっと色がついてる、うんうん、どっちもあって、まあどういう時に使い分けてるとかある、うん、なんかめっちゃナチュラル、本当のなんかナチュラルがいい時、あスピンに近い時とか、あそう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 、もうちょっとカバーしたいなみたいな時、うんうん、なんか出かける時とか、うんうん、友達とご飯行くとかそういう感じで、もなんだろう、日焼け止めの上にこれだけとかもあるし、あ、はいはい、別に日焼け止めの上にこれでもいいんだけど、うん、そこはなんかず、うん、まあそれぞれ用途に合わせてお願いします。でどこがいいかっていうと、うんうん、今の時期にすごいよくて、これ SPF25 と PA++ って UV カットができて、でもちろん日焼け止めがっつり塗るんだけど、うん、がっつりってかちゃんと、うん、でもなんか塗り直し、うん、しなきゃいけないじゃん、日焼け止めってだいたい2時間に1回ぐらいはやったほうがいいっていう、ね、やったほうがいいの、だから、うん、結構 SPF とかも高いのでも結局汗で流れちゃったりするから、低いのはこまめ、もう低くてこまめっていうのもありなのね、うん、でも顔って塗り直せないじゃん、うんうんうん、でもこのパウダーだったら叩くだけだからいいね、そうちょっともうティッシュオフとかしてそうでこれもほんとね2000円しない、あいい、だからすごいプチプラだし、ナチュラル系だし、うん、それですごいいいので、ラベンダーの、うん、ラベンダーの香りがすると思う、あする、うん、あいい、そうでこれいいで、このクリアのやつはうち結構体とかにもたまに塗っちゃう、あいいね、だけ軽いからなんだろう、うん、ちょっと日焼けの塗り出すのめんどくさいけどみたいな時にパパパってやっちゃう、いや、やばいな、うん、そうです、まあ、塗らないよりいいかなみたいな、そう、だからこれめっちゃいい、だからそう、昨日もちょっとアウトドアみたいなしたんだけど、もうこまめにパパパってやるだけでいいじゃん、首とかさ、サイズ感も良くない、そうそうそう、こんな感じ、見た目も可愛いしね、なんか、うん、このバターってネーミングがうちは可愛いよね、そう可愛い、私も日焼け止め使ってるぐらいの、そうそうそう、ね、チューブタイプ、うんうんうん、あれそうでプチプラだし、そう安い、そう安いのもいい、優秀だね、そう優秀、これは大活躍の今年の夏はいはい、チーク、これはマジマジのプチプラの中のプチプラだし、うんうん、なんですけど、キャンメイク、気をつけてるやつ、気をつけてる、あ黄色のやつ、そうキャンメイクのパウダーチークなんですけど、私はやっぱオレンジ系とか去年から結構黄色のメイクが好きなので、うんうん、でなんか前韓国で買ったそれこそこんな感じ の、うん、あのアイシャドウ持ってたんだけど割っちゃったので、韓国去年行った時に売ってなくて、その黄色がではないってなってた時に、うん、ドラッグストアで見つけたキャンメイクの、キャンメイク結構近場にあったね、近場にあったよかったそう近場にあって、うん、でまあ私、まあ確かにこうやって塗るんだけど、うん、このまま目に行く、目も行く、はい、本当に目も、でもめっちゃ濃くつくわけじゃなくて、うん、本当にナチュラルに濃くつけるナチュラルに本当につけれるし、うんうん、私はよくこう黄色のせて、うん、あとはちょっとオレンジっぽいやつを上からのせる、うん、と本当にブレンドするわけね、そうここいいの、ね、よここでね、そうブレンドしたの、
黄色黄色になってもあれだから、ちょっとここでオレンジ出す。ちょっとボワってなっちゃうね。そうそうそう。締めるみたいな。そう、オレンジで締めたりとかするとすごくいいです。だから夏とかやっぱ。これとよく一緒に塗るリップがこのトム・フォードのなんだ、うん、OK、OK、どの番笑っちゃった合ってる？いいと思う、いいと思う。どの番だよね、どの番しかなくない？OK、OK、どの番、OK、どの番、OK、OK、どの番、すごい親しみやすい名前ですね。そう、で、私これ買った時に結構ナチュラルなマジオレンジって感じで、うん、なんかやっぱその時ってまだ赤リップとかだったから、うん、なんかあ物足りないなって思ってしばらく使ってなかったんだけど、うん、で今年に入ってやっぱそれこそコロナとかでマスクするようになって、だから自分の唇に色がなくても慣れちゃって、うん、慣れてきちゃって、わかるわかる。でなんかだからこれをめっちゃわかるわ。あ待ってと思ってこれあったじゃんみたいな、うん、逆にさ今赤つけるとなんかやりすぎって思っちゃうね。そうそうそう、おたまにつけるといいんだけど、うん、分かる分かる、うん、よね。そう でこれは本当になんかなんだろう、ちょっと足すぐらい、うん、足した感じ、いい大人っぽいね。そうで割とここら辺黄色とかだからいつも、うん、ここでちょっと抑えるみたいな感じ で、うん、で大きいサイズとちっちゃいサイズがあったんだけど、めっちゃいい、ちっちゃいサイズめっちゃいいね。ほんとちっちゃくてかわいい、いいね、いいね、試しやすい感じになっております。はい、では私はこれで終わります。終わります。じゃあ最後いきます。はい、多分インスタライブとかではこれとかよく姉さん言ってるんだけど、お気に入りだね。そう、さっきそう、玉木が言ったみたいにマスクずっとしてるから、うん、なんか赤リップさつけるんだけどちょっとなんかうんうんってなっちゃう。うんうんうん、だからそういう時にしたい時はいいけど、なんかちょっとうんみたいな、うんうん、でしかもマスクにつくとすごいわかるし、そう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 、わかる。だからこうナチュラルなやつがよりなんかこうアイメイクが結構濃くなってくんだけど、うんうんうん、ここら辺が薄くなってくんだよね。そうリップ、あそうだよね、多分そうそうそう、でもアイメイクがそう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 、でこの 3CE のこれも2本目なんだけど、うんうん、116 116、うん、このもうなんていうんだ、ブラウンオレンジみたいな、もうなんていうの、もうねマットです。ここれかわいいよね、うん、すごい肌の味もいい。そう、そうで、これだけでもいいんだけど、なんだろう、モアバターのこのグロス、うん、私グロスあんま好きなかったんだけど最近こうツヤ、唇もツヤツヤするのが好きで、うん、でうちもね多数かも、ね、そう、これも結構そう夏っていうのもあるかもしれないけど、うんうん、なんかこれを足したりとか、今もちょっとそんな感じなんだけど、よし、せーの。皆さんどうでしたか、私たちのおすすめのコスメは。あのそう、もし気になってる、気になるものがあったら嬉しいですな、嬉しいな、もし使って気に入ってくれたら嬉しいです。で、またなんかさ、うん、こうもし、うん、こう気になってさ、うん、買っていただいたとするじゃん、うん、でそこにちょっとコメントとかにこうなんか感想とか書いてくれたらすごい嬉しいよね。泣きます、泣きます。かこれからなんかやって、これからこういう動画見たいなっていうのもしあったら、うん、あそうリクエストってやつですね。そうコメントに書いてくれたら嬉しいの で、 嬉しいです。いつもハート見てます、コメントありがとうございます。てな感じでここで、はい、終わりますか。終わりますか。ではまたね、バイバイ、バイバイ。